こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です、えー、初めてのブラックフライデー、えー、経過してね、えー、結構商品売れてると思います。そしてもし商品が売れてない場合、まあ、ブラックフライデーの1週間前、11月16日に既、まあ、に30商品以上出品しているのに、まだ1商品も売れてないという場合はご連絡ください。まあ、商品が売れない商品に偏っているか、出品価格を間違えている可能性が高いです。 例えば、以下のタイトルのメールが Amazon から届いてた場合は出品されていません。これね、アクションリクイードリスティングスディアクティベイティッドフォープロテンシャルプライシングエラー、まあ要は出品価格が間違えてんじゃねえのというようなね、えー、メールが来てると、こういう商品ね、えー、納品しても出品されてません。まあ、バカ高い値段の時ね、えー 売れるでであろう安い値段で出すとますまた逆にね、安すぎた価格で出てる商品を妥当な価格で出すとこの高すぎるという,のいうような形でね、これが届いてる場合もあります。まあ、それ以外にもまあえー、商品がね、えー、やっぱり中身に比較してちょっと高すぎるとか。 まあ一番多いのは、やっぱりね、出品する数が足りてないっていうのは多いんですけど、まあ、ばらけさせて30商品送ったのに売れてないといった場合はね、商品選び、あるいは値段のつけ方に、何らかの問題がある可能性が高い、まあそうじゃなきゃね、30個送れば1つぐらい売れて、まあ、その中から、えー、儲かる商品探しの糸口にするんでね。 30商品軽く送ってますけど全然売れてませんという方はねそのまま突き進んでも売れない商品を選んでる可能性が高いんでご連絡ください以上天板アカデミー堀秀夫でした